佐野昭一は日本の自動車技術者、東京都出身、東京大学工学部航空学科卒業、ホンダ技研工業において第一期、ホンダ F1 の写真設計などを担当したことで知られる。父親が自動車、オートバイ好きで、当時父親が持っていたメグロのオートバイがよく調子が悪くなるため、整備を手伝っていたことで、機械関係に興味を持つようになる。 一方で幼少期は天文学に興味があったが、父親から天文学者になってどうやって飯を食っていくんだと聞かれて返答に詰まり、宇宙に一番近いと思ったとの理由で東大の航空学科に進んだとも語っている。この頃、父親のオートバイのエンジンのボアアップのため、ボーリングを発注した工場に持って行った際に、その土間に転がっていたホンダのエンジンを触ったところ、 全然型がなかったのに驚き、将来の就職先として、ホンダを意識し始めたという。1960年に大学を卒業してホンダに入社。ホンダでは当初市販車の設計部門に配属され、同業他社の車の分析などを担当するが、1964年に F1 担当部門に配置外となり、ホンダ初の実践用 F1 マシンである。 ホンダ RA271 の設計を任される。その後後継者である RA272 やローラカーズとの共同開発となった RA300、空冷 F1 で知られる陳車、RA302 などの設計を担当した。ホンダの第1期 F1 参戦終了後は市販車の開発部門に戻り、ホンダ1300のプロジェクトリーダーを務めた。 1972年に安全技術部門に移り、後にプレリュードなどに搭載される 4WS システムなどを開発した。また1985年には一時的に F1 部門に復帰、当時ホンダエンジンを搭載していた、ウィリアムズ FW10 の不具合分析に携わり、サスペンションジオメトリーに問題があると結論付けた。1999年にホンダを退職し、 翌2000年に東京電機大学理工学部教授に就任。2005年から同客員教授となるが2011年に退任した。大学ではアメリカのフォーミュラ祭に代表される、いわゆる学生フォーミュラを日本に紹介、日本での全日本学生フォーミュラ大会の実現に尽力するなど、産学連携に重点を置いた。ホンダ退職後も、 ホンダコレクションホールに所蔵されている第1期ホンダ F1 のマシンレストア作業などでホンダとの関係は続いており、インタビュー等で当時を振り返ることも多い。ありがとうございます。